一瞬にして屋根を吹き飛ばすなど大きな被害をもたらした今回の突風。住む家を失った人たちは不安の夜を過ごしました。埼玉だよね、あれ。突風の影響で電柱がなぎ倒されてしまっています。こうして電線がですね、地を這うような形で完全にこれ倒れてしまっています。体育館の中にはガラスが散乱しています。コート一面にガラスが散乱し、中はぐちゃぐちゃの状態になっています。避難所でね、待機をして、家を開けられるのもちょっと不安ですけどね。突風が通った道筋、田んぼの上には筋がくっきりとはっきりと残されています。竜巻とみられる突風から一夜が明け、引き続きがれきの撤去作業が続いています。暗闇で一晩過ごした。結構大変なこれから作業になると思うんですけども、1ヶ月かかるよな。